それではグローバルデジコンサロン第7回 The Thinkers 2021年我々は思想家たちから何を学ぶべきかを始めさせていただきます。セッション1はですね、やはりその新型コロナと Think Different というお話をさせていただきたいと思います。Think Different というのは、ジョブスがですね、倒産寸前のアップルに戻ってきてですね、たちまち V 字回復させ時価総額世界一にさせるという、有名な言葉なわけですけども、まあ、今世界中がですね、コロナウイルスでによってですね、まあ、ある意味倒産といいますかクラッシュしようとしている。そこに対してですね、どう発想を変えたらいったいのかという話をしたいと思います。これ昨日の状態なんですが、本当に世界中大変なことになってますね。でこうした中でですね、今日ゲストの小平、さんがですね、天王洲のですね、ワッツカフェにおいて、The Thinkers というですね、展示会をやっておりました。で実はですね、この Thinkers、もともとは Think Different という名前でやるつもりだったそうなんですけれども、まあ、Thinkers に変えました。その辺の事情もご本人からお聞きしながら進めたいと思います。それでは小平さん、片山さん、お入りください。よろしくお願いします。はい、小平です。よろしくお願いします。はい、どうも。片山です。よろしくお願いします。はい、しょ、はい、それではですね、そのワッツカフェがですね、この新型コロナのおかげで、せいでですね、緊急事態宣言で、1月8日で中止になってしまいましたが、こんなものだというのをまずご覧いただきたいと思います。
小平さん、本当に残念でしたね。ありがとうございます。いや、もう、終わったものは仕方ないんですけども、まあ、こういう僕とすれば素晴らしい写真展をやらせていただいて、幸せだと思ってます。で、なおかつ、スイッチがいろいろ入っていって、なんか、今までやってきたことを少しですね、世の中に還元できるんじゃないかと。まあ、片山さんも来ていただいて、オープニングやらせていただいたし、いろんな方に協力していただいたり、新しい出会いがですね、できて、正直なところ、写真界とかそういうメディアじゃなくてですね、IT 業界の人たちがいっぱい来てくれて、こうしましょう、ああしましょう、もっとこういうことやりたいんだっていうのをね、いろいろ誘われましてですね、本当、新しいなんか、道が開けてきた、まあ、ちょっと、最後のシニアが楽しくなってきたというような感じで、全然大丈夫です。ありがとうございます。もともとですね、このタイトルを Think Different にするおつもりだったそうですね。そうなんですよ、もう全部ポスターも吸ってですね、もう万全を期してたんですけども、いろいろ調べていくうち、たまたま寺田さんの広報の方がですね、Think Different ってアメリカでアップルがですね、商標登録してるから、なんか大丈夫みたいな。シンクディファレント英語だから英語は取れないだろうとかいう、まあ、僕 の, この勝手な、知財的ミスアンダースタンドでですね、それでちょっとある詳しい、関係者に聞くとですね、いや、なんかあったら世界で一番大きな会社だからやばいだろうということで、でなおかつ面白いんですよ、もっといろいろ調べたらですね、Think Different って文法上間違ってると。で本当は Think Differently、Think Differently だったはずなんですよね。それを Think Different にしたために、これ英語じゃないから、商標取れてるんだと。つまりウォークマンと同じで、これはもう言葉っていうかその、英語っていう概念ではないんだから、勝手に使うことはならぬというのはよくわかるっていう本になってですね、じゃあ Think Differently にしようかなと思ったんですけど、それも悔しいので急遽僕の仲間に相談したら、3つ4つ上がってきた中に Thinkers っていうのがあって、 The Thinkers はポール・サフフにも聞いたらこれは英語だから、大丈夫だということで、文法上間違ってないということでですね、急遽、10日ぐらい前に全部やり直したんですね。まあまあ、でもまあひょっとしたら Thinkers の方が良かったかもしれないし、 Thinkers の人たちが Think Different を考えたっていうことかっていうことで、まあ後付けですけど、タゲさんたちに励ませながら、やってきました。今日は一つよろしくお願いします。はい、で小平さんとしてね、このコロナ禍の中で、はい、まあこの Think Different というですねメッセージを出したかった、どんな背景があったんでしょうか。そうですね、僕とすればですね、まあ、ちょっと今、大学で1年生とか教えたりしてるんですけども、コロナになってしまっても一生懸命勉強して一生懸命大学入ったんだけども、今まではレールがあったんだけども、うん、まあ、ある程度レールがあって、まあ、それの会社に入れて、まあずっといようと思ったら、まあ、いられたというような時代ですよね。まあ、いようって今でもそうかもしれないけども、それまずいんだろうと、もうそういうんじゃなくて自分で自分のことを考えて自分で勉強して、それからスピードが速くなったので、もう僕の親友のポール・サッフォーとか言ってますけども、5年で全てのものはチェンジしてきてるので、はい、常にフレキシブルな勉強していかないとついていけないと。確かにそうですよね。僕たちだってちょっと勉強しておかないと、なんかもうパソコンに置いていかれそうな感じになったりするし、ですからそういう意味で Think Different、 つまり考え方を常に考えていかなきゃいけない、考え直さなきゃいけない、つまり常に自分でチェンジしていってやっていかなきゃいけないということで、生きていかなきゃいけないんじゃないかなという一つの言葉とすれば、この、コロナ後っていうかコロナ禍の中でこの言葉こそまさしくね、ぴったりな言葉はないんじゃないかなと思って、いるんですけども、皆さんどうでしょうか。はい、で片山さんとですね一緒に、
東洋経済オンラインで、あの日のジョブズはというあの連載をね、2人やられたそうなんですけれども、はい、まさにこのコロナ禍で、やられたわけですね。片山さん、いかがでしたでしょうか。ちょっとジョブズの連載とは外れるかもしれませんけど、はい、シンクディファレンス、シンクディファレントリーっていうのは、一人一人が自分の頭で考えるっていうことがシンクディファレントだと思うんですね。で、ジョブズのメッセージも、もともとはそうだったと思うんです。彼がパーソナルコンピューターとかを作って、で、それを一人一人がで自分でものを考えたり、世界を見たりするツールとして使おうじゃないかっていうのがパーソナルっていう意味だったと思うんですね。で、今のコロナに関連して言うと、誰も自分の頭で僕は考えてないと思うんですよ。つまり、そのコロナは恐ろしいとか、感染したら大変だとか、がマスクつけましょうといえばマスクつけるし、3密回避って言われれば従順に従うし、自粛しようとすれば自粛しましょうといえば自粛するし、誰も僕はその一人一人が自分の頭で考えてっていうことが、このコロナパンデミックを引き起こしていると思うんですね。この根本的に、じゃあ 僕ならどう考えるかっていうと、新型コロナウイルスっていうのは実在しているのかどうかっていうことから僕考えるなるほど。本当に新型コロナウイルスっていうのは存在するんだろうか。だって PCR 検査でも何検出してるか分かんない検査で調べてみたら、その要するに DNA をその病原菌の検出に使うっていうのは普通しないわけで、インフルエンザでも何でもタンパク質を使うわけですよね。で、タンパク質っていうのはある程度その確定的に病原菌を特定できるけど、DNA なんてのは本当に設計図のですから、しかもその新型コロナウイルスの塩基は30万円塩基あるって言われてるけど、そのうちの400だったかな、ごくわずかしか調べてないんですよね。ただそれぐらいの、その同じそういうそのなんていうんですかね、 DNA を持つっていうのは生物種を超えて人間以外でもいくつかあるらしくて、そうすると PCR 検査で何が検出されているのかっていうのは本当は分からないんですよね。その辺に、この生息している微生物とか、あるいはその人間の DNA に組み込まれたレトロウイルスとか、そんなものを検出している可能性が非常に高いわけで、そこから考える僕必要あると思います。で、その新型コロナっていうのは RNA ですから、その感染拡大してどん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 感染が広がっていけば、必ず変異を起こすはずなんですよね。で、その変異率っていうのは、いろいろ言われてるけど、インフルエンザでも結構、1ヶ月で 5% とか、年に 15% とか 20% ぐらいの変異率になるとなるらしいんですけど、ただ PCR 検査ってのはあれ 99% の特異性を持って検出できると言われてるんですね。そしたらそんなに変異したら、その最初の設定も変えない PCR 検査でなぜそんなに同じウイルスが検出され続けてるんだろう。本当ならもう新型コロナウイルスは消えてなくなってるはずなんですね、遠くの昔。そういうことをいろいろ考えると、新型コロナウイルスってのは一体何なんだろうっていうのを考えるのは、僕シンクディファレントじゃないかなと思って。なるほど。はい。これからね、私の方で片山さんと小平さんの写真、文章をもとにですね、シンカーズについて考えていきたいんですけども、全体の印象としてですね、ジョブズに対して考え変わったとかですね、あ、こういうやつだったっていうのがありますか。片山さん、どうですか。うん、僕はですね、ジョブズって全然興味がなくて、前も言ったかもしれないけれども、僕はアップル製品って使ったことないんですよね、スマホも含めて。こういうそのもので、ジョブズっていうのは、そういう人がいるっていうのは知ってたけど、ほとんど興味がなかったんですね。で、小平さんが割とそのジョブズの写真いっぱいあるから、あるいはその周辺の
IT の黎明期っていうか、シリコンバレーの黎明期の起業家たちの写真もいっぱい撮ってるから、その写真と僕の文章で何かしようという話を持ってこられまして、でこれは割とそういう無茶振りをする人なんですね。どうしようと思って、元々はですね、よくコンピューターのこと知らないしって始まったんですね。そうで、元々は片山さんがアメリカを旅したいという話になって、はいはいはい、まあ2人でよく旅をしてたんですけども、じゃあアメリカ行こうよと、行くならちょっとどっか連れてってっていう話になったんで、じゃあもう僕が一番好きな西海岸の、ロサンゼルスから、シリコンバレーの行く車の10日間ぐらいの旅をしようって言うんでやったんですね、うんうん、4年ぐらい前ですかね。それでそうそう、マンザナからヨセミテからシリコンバレー行ったら、スタンフォード大学僕の友達みんな紹介して、いろいろもうまあ短時間ですけども、回って、なんと帰りはですねビッグサーを回ってですね、帰ってきたんですね。だから非常になんかその不思議な、今思えばですね、あのビッグサーで2人で海を太平洋を眺めながらですね、あっちが日本かなとか言いながら、ワインを飲みながらですね夜は、それで楽しんできたんですけども、それでまあまあ、僕はちょっとたきつけたのはあるんですけども、じゃあシリコンバレーって一体何みたいなところから、まあ、2人でいろんな話をしていく中で、やっぱり僕は、まあ、ジョブスっていうのがやっぱりそのシリコンバレーのやっぱりそのエンジンっていうかすごい強い、まあもちろんスティーブ・ウォジナックと2人でアップルっていうのを作ったっていうことが、非常にやっぱりそのいろんな形で、革命を起こしてるんじゃないかなっていう話はまあ語ってたんですけどもね。でまあ そうして、じゃあちょっと実はこの東洋経済オンラインはいきなり連載じゃなくて、まあちょっと僕のたきつけ方がちょっとあれだって上手だったかもしれませんですけど、片山さんが15万字ぐらいでジョブス論を書いてきてくれたんですね。でやっぱそのエンジンすごい素晴らしい、僕はエネルギーで書いていただいて、まあ、それを本にしようと、まあ僕はプロデュースしてみたんですけども、ちょっとその前にもったいないので、このオンラインで連載した方がいいんじゃないかなと言うんで、15万字をダウンサイジングして5万字ぐらいにして12回に分けて1回 4,5 センチで僕の写真いっぱいぶち込んで、オンラインだったらまあ気楽にできるだろうということで、そこそ東洋経済のその当時ですね編集長だった、竹正君に頼んでですね、どうかなって言ったら次の日寄ろうっていう話になってですね、トントントンとこのコロナ禍でですねやった。まあ非常に、PV も稼いでいたみたいだし、いろいろ反響 ですごいなんかこうマイナスなイメージがあるかなと思ったら、意外とそういうのは少なくてですね、やっぱりそのまあさっき片山さんがイミジ君もおっしゃいました、アップル使ったことないと、ジョブスよく知らないと、あんまり好きじゃないと、そういう片山さんがまあ僕はピュアなところからアップルを見たりジョブスを見てくれたので、ちょっとこれは類まれな、記事になってるんじゃないかなと。逆に何も知らないからこうだったんじゃないだろうかっていうその言葉が強いんですね。僕たちはなんか知りすぎちゃって、まあいろいろ騙されたりいろいろあったし、なんだせっかく高い金で出したのに全然使えねえじゃないかとかね、いろいろあったし、なんだとかっていろいろ経験してるから、なんかだんだんそのなんていうかな、言葉が弱くなってきてるんですけども、その片山さんはねピュアにきちっと書いてくれたっていうところで僕はもう大ファンだし、で大体そういうことが多い。例えば僕は青春時代にねポパイとかで読んでたその片岡芳雄さんっていうね、イーハートオブとかってそういうエッセイストがいたんですけども、彼がロサンゼルスに来て、いやじゃあこれでバイク乗りたいでしょっつったら、すいません免許持ってませんそれ免許持ってないからバイクのことをかけるというようなことだったり、まあ、いろいろあるんですね、そういう経験が。でまあそういう中で、まさしく、文章を慣れた形で書かれた片山さんに僕はもう本当敬意を表してますし、ぜひこれをですね読んでほしいし、でこれ残していくと、まあ人間は我々ねいつか消えていくわけですけども、これは残っていくわけだし、
で最後に言おうと思ったんですが、これ7月に本になりますので、ぜひ楽しみにしていただいてと、はいはい、すいません片山さん喋りすぎました。それではですね、あの実際にそのセンクレパレントがどんなものだったかっていうところは振り返りたいと思います。はい。 Here's to the crazy ones, the misfits, the rebels, the troublemakers, the round pegs in the square holes, the ones who see things differently. They're not fond of rules and they have no respect for the status quo. You can quote them, disagree with them, glorify or vilify them. About the only thing you can't do is ignore them, because they change things. They push the human race forward. While some may see them as the crazy ones, we see genius. Because the people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do. はい、あのこれは実際にあの放送されなかったバージョンなんですね。あのスティーブ・ジョブス自身の声で、直前までジョブスはどちらを使うか、迷ってたそうなんですけども、やはりあのプロのを使いました。ただ今ね、ネット上で人気があるのはやっぱりジョブス自身の方なんですけれども、本当に上手ですよね。で、まあ、この言葉の中でですね、重要な点というのは、とにかくその自分が世界を変えられると本気で信じる人たちこそが本当に世界を変えているのだというですね、強い信念をアピールしてるわけですけども、まあ、普通に考えるとですね、こんなコマーシャルが受けるかっていうと、受けるってことじゃないわけですよね。本当にその自己主張してるわけなんですけども、それについてですね、実は、これちょうどジョブスがですね、1996年の年末に、カムバックするわけですね。で、その、翌年1997年夏のですね、マックワールドエキスポ、この時にはもう本当に倒産寸前、アップルは発表するものは何もないっていうところでやったプレゼンテーションですね。で、私は実はジョブスの数あるプレゼンテーションだから、これ一番好きなんですね。何もないところでどうやってですね、社員を元気づけ、会社を変えていくのかっていうのを、一端が見られるので、その一部をご覧いただきます。Warm welcome. Now I guess I'm going to have to give a speech. I came today to give you a status report on what's going on and to try to fill you in on some of the steps we're taking to get Apple healthy again. As you know, I'm the chairman and CEO of a company called Pixar. And thank you. And I, like a lot of other people, are pulling together to help Apple get healthy again, and I am extraordinarily confident that is going to happen. Now, when I started to get involved, a lot of people gave me advice, and some of the advice that was the most popular was Apple has become irrelevant. There was a great one that was Apple can't execute anything. Right.このようにですね、まあ、自分はまずピクサー の, 代表であってという形で、皆さんにアドバイスするという形で入ってくるんですね。で、問題点は何かという話をしてですね、それをこう解きながら、元気づけていくわけですけども、最後にですね、まあ、ここでシンクデファレント言ってるんですね。And what it means, I think, to a lot of us. And I think you still have to think differently to buy an Apple computer.And I think the people that do buy them do think differently, and they are the creative spirits in this world. They are the people that are not just out to get a job done, they're out to change the world. And they're out to change the world using whatever great tools they can get, and we make tools for those kinds of people. So hopefully what you've seen here today are some beginning steps that give you some confidence that we too are going to think differently.And serve the people that have been buying our products since the beginning. Because a lot of times people think they're crazy. But in that craziness, we see genius. And those are the people we're making tools for. Thank you very much. まあ、こういうことなんですね。で、実は彼はですね、これで何をやったかと言いますと、
まず最初にやったのがですね、まあ、言ったのは、まあ、問題点はとにかく売り上げ減少してるってことなんですが、どうするか、まずやったのがですね、役員の首を切りました。自分をですね招き入れてくれたアメリオすら切っちゃうわけですね。そしてその新しい、優秀なですねボードメンバー、それからマネジメントメンバーを揃えますと。まあ、なかなかできないと思うんです、日本の企業とかでね。でこれをまずやりましたと。それからですね、もう元気がなくなってますから、いや、君たちはものすごく優秀なんだと、強いんだと。で例えば、クリエイティブプロフェッショナル、クリエイターの人たちですね、の世界では、もうマーケットのリーダーなんだと。それから、もう一つはですね、エデュケーションマーケット、これの世界では、世界一のですね、教育企業なんだというふうにですね、言うわけですね。で、アップルのですね、コアアセット、つまり、核となるその資産と何か、ブランドと OS であると。これが君たちの最大の資産だから、ここに集中しようというわけですね。そして重要な点はですね、マイクロソフト、ニック・キマイクロソフトと提携したって話をするんですね。でこれ、会場からブーイングがありました。しかし、これこそがまさにシンクディファレントなんですね。つまり、敵と思っている相手ともですね、手を組んで、何したかっていうと、まずですね、資金を提供してもらいました。もう資金が回らなくなってましたから、その資金をごっそり入れてもらう。それから、マイクロソフトが支援するっていうブランドイメージですね。これによって株価を上げていくと。それから、その、エクスプローラーとですね、オフィスをバンドルすると。で、これはですね、戦略的な意味がありまして、ブラウザー、エクスプローラーはですね、5年だったかな、だけつけると。その間に実はサファリを開発してたんですね。こうやってですね、まさにこれこそがシンクディファレントで、本当に倒産寸前の会社を直すときには、まずリーダーから変えていく。そしてみんなをですね、元気づける。そして、敵とも組んでですね、必要なものっていうのをちゃんと入手して、いつかそれこそ倍返しですよね。するというような形の戦略まで立てられることがシンクディファレントなんですね。で、このシンクディファレント、結果どうなったか。一番有名なのは iPhone ですよね。iPhone でですね、シンクディファレントしたわけです。2007年です。This is a day I've been looking forward to for 2.5 years. Every once in a while, a revolutionary product comes along that changes everything. And Apple has been, well, first of all, one's very fortunate if you get to work on just one of these in your. Right.で何をやったかというとですね、まさに今まで、それまでの携帯電話っていうのは、当然ボタンがあったわけですね。で、みんなボタンがあると普通にあると。ところがこのボタンっていうのが、非常に使いづらい。それからその1個にしか使えない。で、これ取っちゃえばいいんじゃないかと。取ると何がいいことがあるかっていうと、まずスクリーンが大きくなりますよね。そうすると映像とかも楽しくできる。それからボタンを取りましたので、ソフトウェアボタンにすればですね、いろんなボタンっていうのを付け直せるという形で、実はスマートフォンという言葉はもともとありました。ブラックベリーっていうのがその代表だったんですけども、それを一掃する、まさに電話を再発明すると。これがまさにシンクディファレントなわけですね。そしてご存知の通り、このスマートフォンというのがですね、今世界中の人々の手に入って、で実はその皆さんが手にしているスマートフォンというのは昔、一昔前のスーパーコンピューターですね、クレイとか、もっと1億円もするようなものの、もっと素晴らしいものをですね、みんな手に入れて、でそれでコンピューティングですね。コンピューターを使って、コミュニケーションするっていう世界を実現して、で、結果、Apple は時価総額世界一になっていったわけですね。これがシンクディファレントなわけです。で、これをですね、このコロナ禍の中で生かすとするとどうなるか。まず問題点は何か。徹底的に洗い出すということなんですね。これ今の政府できてるでしょうか。できてないですよね。既存の常識、先入観から自由になるということです。例えば、コロナ禍経済か。だから経済が大事だから、GoTo やっちゃったと。そしたらコロナが蔓延しちゃった。こういうんじゃダメなんですね。コロナも経済もできる方法があります。これこそがシンクディファレントなんですね。ここでは詳しく言いませんけども、それをできるという、リーダーをですね、まず入れ替えると。優秀なリーダーにするということが重要なんですね。そして強みは何かを考え、その強みを最大限生かすという形でやる。例えばですね、このコロナ禍の中で私がいいなと思ったキャンペーンは、農水省お金を出してですね、余ってしまった
特産品、それをネット上でですね、企業を持つからどんどん買ってくださいってやった。これはですね、みんなハッピーになりますよね。まさにコロナも経済もできるやり方なわけです。そして中心的な資産に集中する。何が大事なのか。それはどれ考えてもですね、人々の健康ですよね。そして本当に雇い止めになったりしてですね、困ってる人、そこに集中する。で、敵と向かう。この前に敵とは何かっていうのがありますけれども、敵の力を活用して敵を倒す。これはあれですよね、合気道とか柔道とかやってることなわけです。そして人々の創造性を高める道具を作る。この場合でですね、まさにですね、デジタル化ですよね、テレワークだ、電子セーブだっていう形のことにですね、シフトしていくっていうのが、このThink Differentで学ぶことじゃないかと思います。はい。今までのところいかがでしょうか、小木田さん。いや、ちょっと希望はあるような気もしますし、過去を振り返ってるんですけども、でもその常に上司ってことはなんか新鮮味があってですね、不思議な、なんかこう元気が出てくるようなふうに思います。さっきいろいろ武さんがおっしゃった言葉を一つ一つかみしめてですね、考えていました。はい、片山さんいかがでしょうか。はい、うん、ジョブズのプレゼンにあったThink Differentの最後のところに世界を変えるっていうね、本気でその変えようとした人たちが世界を変えるっていうふうに、メッセージがありましたけど、僕世界を変えるっていうのはその人をどう動かそうとか政策をどうしようっていうことでは世界は僕は変わらないと思うんですね、はい、やっぱり一人一人が変わらないと世界っていうのは変わらなくて、っていうことはつまり僕たち一人一人の頭の中が変わらないと世界は変わらない、あるいは今度のコロナでも僕たちの頭の中が変わってコロナに対する見方を一人一人がこう自分の見方をし始めないと、このコロナ危機って言われているものはなかなか収まらないような気がするんですね。で、それが僕は本当今も世界的に求められているThink Differentだし、Think Differentlyっていうことだろうと思いますね。ジョブズはですね、別のところでThink Differentは何かっていうことを明確に言ってるんですね。それは人類っていうのは、道具を作って、そしていろんなものを改善していく生き物であると。優れた道具を作るのがアップルであると。つまり原点に帰ってですね、人類っていうものが生物進化の中で道具を使うという形で進化した、猿ですからですね、それ の最高の道具を作っていくのが我々だっていうのがThink Differentだって言い方をしてました。はい、で続いてですね、セッション2ではカウンターカルチャー&パーソナルコンピューティングという話をしたいと思います。これはですね、1960年代から70年代80年代90年代かけてですね、カウンターカルチャー、このカウンターカルチャーっていうのはまさにカルチャー、体制に対するですね、反抗ですよね。この今までの体制は違うんだっていう、文化活動が崩壊と湧き起こってきた。これはベトナム戦争がありました。核戦争が起こるか知らない、徴兵制がある、それからその今までのですね、上司おかしいんじゃないか、それとですね、パーソナルコンピューティングというのは結びついてきたというテーマでございます。ここでですね、片山さんと小平さんのやっている連載の中で、面白いなと思うのはですね、この一番最初の連載ですね、どのカットも魅惑的であると、写真はいずれも雄弁で、語りかけてくると。でこれはですね、ゲイツはベゾスにないってさすがですなと思うんですね。でジョブスの写真はその先にあるものを語りかけてくると、彼という人間の中に内包された物語を、かけてくると。でこういったこと、一方でですね、彼の中は孤独があると。でこういうどういうことなのかというですね、ことを、ちょっとですね、私なりにこういうことなんじゃないかというのをお話しさせていただきますので、ご意見いただければと思います。まずですね、これは小平さんがですね、1997年7月に撮ったビル・ゲイツの写真なんですけれども、なかなかいろいろね、面白い、エピソードがございます。この辺、小平さん、説明していただけましょうか。はい、1987年ですね。1987年、はいはい。この写真でですね、私がその IT にのめり込むんですけども、ちょっと話がなくなりましたけど、なぜここに行ったかっていうとですね、孫さんがですね、まだちっちゃなソフトバンクで、まだその病み上がりでですね、アメリカのいろんな人に会いたいと、
いうことで、どうやって会えるんだろうっていうことで、ちょっと、そのソフトバンク出版の少ない幹部と、僕と相談をしましてですね、じゃあ、ザ・コンピューターっていう雑誌作っちゃって、キーマン USA っていう、関東グラビアで、インタビュアーは孫さんにやってもらってということで、まあ、そもそもやりたいということで、第1回目は、じゃあ、ビル・ゲイツに、アプライして、シアトルに行こうということで、アポ取ったアポが取れて、それで、これ、僕と孫さん、まあ、もう一人編集長がいたんですけども、3人でインタビューしてるっていう、まあ、僕は写真撮ってますけども、で、手前のやつのが孫さんのテープレコーダーで、もちろんアナログのカセットテープレコーダー。これですね。そうですね。で、まあ、不思議なんです。2日間にわたってやったんですね。1日目はいろいろあって、2日目は、そしたらもう最後の方で、孫さんもビジネスマンですから、自分で実はこんなこともやってるんだということで、はい、もうビジネスミーティング、次の日やってますからね。あ、すごいですね。ね、すごいですね、はい、このエネルギー。はいはい、で、孫さんとビル・ゲイツ、ほぼ同じ年ですから、はい、まあ、本当になんか、素晴らしい出会いだったんじゃないかなと。で、その当時、僕、そんなに IT に詳しくないっていうか、まあ、どっちかというと、報道カメラマンみたいなことやってましたんで。でアメリカ行って、でそれでじゃあっつって火がついたと。で、まあ非常にそれは孫さんに感謝してますよね。まあ最近は当然簡単には会えませんけど、多分孫さん僕のことよく覚えてるし、まあ旅もあちこち行きましたんで、ですからやっぱりそういう人と僕も出会ったということで、まあこれは記念すべきワンショットということで、はい、はい、です。で、この写真でですね、私面白いなと思ったのは、この画面なんですけどね、ええ、実は Mac2 なんですね。はい、で、右側の絵はですね、これ初代 Mac だっていうのが分かりまして、要するにマッキントッシュに今電源入れて使っていると。で、左側のですね、これは IBM PC なわけですけども、キーボード横に置いて使ってないと。まあ、これは歴然とですね、使い勝手が違うんですけれども、面白いのはですね、この年の3月2日にマッキントッシュ2が出たんですね。で、これ7月ですよね。一生懸命研究してたということが分かるわけですね。で、彼のですね、特徴っていうのは、本当にその、なんていうんですかね、普通のソフトハウスの、社長と違ってですね、まあ、とにかくそのいいところをパクってやろうという形のですね、まあ、アントニオ・ブレなんですね。なので、まあ、一生懸命 Mac2 のですね、良さっていうのを研究して、まあ、それが Windows95 に結集していくわけですけども、このビル・ゲイツの特徴というのはですね、彼はカウンターカルチャーとは無縁なんですね。もともとイーストコーストのエスタブリッシュの弁護士の裕福な家庭に生まれて、で、RT8800 というですね、マシンが出て、まあ、これのですね、ベーシックっていうプログラムを作るっていう形で、マイクロソフトっていう会社を作るんですね。で、それに対して、ジョブスたちはどうだったかっていうと、この同じ RT8800 のですね、をみんなで見ようじゃないかという、ホームブリューコンピュータークラブっていうのをやったときに、見てですね、これよりいいものを、ウォズニャックがですよ、自分はもっと作ってたなと。じゃあ、つってやったのが、その Apple 1であり、それを Apple 2にして会社を作ってっていう違いがあるんですね。つまり、カウンターカルチャーを、感覚受けた方と受けてない方の違いがあると。で、ちなみにもう一つ私の方で、そうだと思ったのはですね、私がちょうどですね、Mac Life という雑誌を創刊したのが、この1987年の7月なんですね。私が雑誌を作ってた頃ですね、孫さんと小平さんはビル・ゲイツにインタビューしてたという写真でしたということですね。で、それに対してですね、ジョブスはですね、まあ、どう違うのかっていうと、彼はですね、生まれてすぐ養子に出されるわけですね。で、養子に出されるっていうのは、まあ、聞こえはいいんですけども、生みの親に捨てられたというふうにですね、彼は、思うわけですね。で、この養父母によって違うんですけれども、ジョブス夫妻はですね、初めから正直にそのことを話をしたと、あなたはもらえたことだと。やっぱりいじめられたみたいなんですね。という形で、なぜ拾われたのか、捨てられたのかと、まあ、実の親より捨てられたというですね、こう気持ちですね。本当にだから自分は昔であるという気持ちがあったと。で、捨てられた理由っていうのが後で分かるわけですけども、ウィスコンシン大学、これウィスコンシン大学というのは五大湖の方なんですね。そこの大学院生同士で、お父さんがシリア人のアブルファタ・ジャンダリ、お母さんがジョン・シーブルと。でですね、このお母さんのお父さん、つまり、父親です、
母親の父親ですねがこうガチガチ のカトリック教徒 であのイスラム教徒とのですね結婚は絶対にかんと言ってですね、であの仕方なくですねジョン・シーブルは、まあ、一人でですねその子を、まあ、あのもうあの降ろせませんでしたし、まあ、当時は降ろすということができないですねカルチャー的のもありました。でそういうことに対して比較的ですねあの寛容なウェストコーストの病院で、まあ、あの望まれない子供を斡旋しますよっていうお医者さんのところで子供を産むわけですね。でその時はですねお母さんはちゃんとですねこの子は裕福なあの家庭であの育ってほしいと思ってですね予約していくんですけども、なんとですねそ の, あの弁護士夫婦がですね男の子だって聞いた途端にいや自分は女の子が欲しかったと言ってですねあのキャンセルしちゃうわけですね。でもお母さんは困って、そのリストの2番目にいたですねジョブス祭にあの連絡するわけですけども、まあ後で聞いてみるとですねどうもブルーカラーだったと、お母さんは高卒、お父さんは中卒、という形でですね全然よあの望んでたようなあのトスキスあのよあの洋風じゃなかったんですね。でそこであのお母さんは渋るんですけれども、ジョブス祭がですねこの子は必ずですねいい大学を入れますという形で、まああの養子にあの養子にしたと。でそれがですねあのスタンフォード大学の有名な祝賀スピーチの中でですねなぜ自分が、こういう生活になったかっていう形を話をしたものなんですけども、まだ素晴らしいですねあの家系なんですね。実前はですねあのあの妹はですねモナ・シンプソンっていうここよりいやどこかでですねこれ間違ってますね、というあの本当ベストセラー作家になっても映画化されたっていうことなんですけども、でとにかくですね、彼はですねそのキリスト教のカトリック対イスラム教の戦いというのを人類のですねそういう問題から、養子に出されるわけですね。そして、解明的なウェストコースト、しかもシリコンバレーという行くわけですね。でもう初めからですねいろんな問題のある子どもだということがいろんなところに書かれています。多動症といってですね授業中に落ち着いていられない、それから一度言い出したら絶対あの嫌というような聞かないんですね。で、そのですねその性格によって、実はですね学校でいじめあった時にですねこの洋風が偉いんですね。あの普通だったらですねなんとか説得しようとするんですけどこの子は無理だと思ったので家族を挙げて引っ越すんですね。引っ越した先があの、今のですね実家になっているところなんですね。こんにちは、何かお手伝い。すいません、シリア人と言ったらシリが生きてしまいましたということなんですね。で、でですねあのジョブスというのは、非常にですね、まあ、自分が何者か昔なんじゃないかということをすごく悩むんですね。で大学時代に、まあ、ヒッピーになったりとかですねあのコンビニに行ったりしてですね自分探しをするんですけども、でインドに行くわけですね。でも見つからない。で帰ってきた時にですね、近くにですね、俳句禅堂という禅 の, あの、まあ、お寺といいますかねあの普通の家のところでやっている禅 の集まりに行ってですね、血の公文、あの元川公文さんというあの禅僧に出会ってですね、君はそのままでいいんだと、で自分に向き合いなさいって言われてですね、あこのままでいいんだという形でですねようやくその落ち着くんですね。そして、なんとですね彼はその永平寺に行きたいって言うんですけども、この千の公文さんがですね、いや君はあのそうには向かないと、今の仕事をしながらやりなさいっていう形でアップを起こすんですけどもね。で、このジョブスの一番有名な写真っていうのはこの左上の写真なんですが、見てください。あのこう結果札と言いまして、これ禅の正式な座り方なんですね。その上にマッキントッシュを乗せて、まあドヤ顔で言うわけですけども、つまり彼のこの写真から伝わってくるメッセージですね、自分はその禅のマインドでこのマッキントッシュを作ったんだと、まあ、彼のエピソードの中にはですね、マッキントッシュの中はあの瞑想の空間だから開けちゃいけないんだっていう形でですね、絶対普通の人が開けられないドライバーにしたいとかしたんですけども、右側の写真見てください、これは彼の追悼集会なんですけども最も有名な写真なんですね。そして、死の直前もですね日本に来ました。つまり日本文化禅とかですね職人芸、これまでのものがですね彼にすごく大きな影響を与えてるんですね。私はそのヒストリーオブジョブズアンドアップルっていう本と、それからジョブズ伝説っていう本を書いたわけなんですけども、この中でですね本当に日本の、こうカルチャー、日本のですねで純化された仏教のっていうのが非常に大きな意味を持ってたっていうことを、まあ
日本人しか書けませんので書いた次第です。でこれはジョブズがですね、ジョン・コーフンの、取り持ちで、まあ、結婚した時の写真ですね。で、これがですね、その、俳句全土とそれからジョブズの自宅までの、Google マップで作ったんですけども、まあ、これ歩いていくのは大変だそうです。車で、まあ、本当に十何分ぐらい行けるところなんですが、ここに彼はですね、裸足なんですね。裸足でアクセルブレーキを踏みながら行ってですね、そしてこの左側のような形でですね、座禅を組んでいたということですね。でこの時ですね、一緒に、まあ、付き合っていた女の子がクリス・アン・ブレノンと言いまして、彼女も、まあ、家庭の問題があってですね、悩んでた子 で同じアニメ犬だったんですね。で、まあ、上級生下級生って形で、まあ、できちゃった。で、まあ、そのリサっていう子供なんですけども、このできた子供をですね、認知しなかったというですね、問題があるんですね。でどうだったかっていうと、彼は、コンピューターにリサという名前を、子供の名前をつけるんですね。まあ、言ってしまえばですね、人間が愛せない、機械を愛そうとするという、まあ、この歪んだ性格だと思うんですけど、なってしまったと。でそのですね、象徴的な出来事がマッキントッシュの発表の場でもありました。それはこれです。 Today, for the first time ever, I'd like to let Macintosh speak for itselfHello, I am Macintosh. It sure is great to get out of that bag. And accustomed as I am to public speaking, I'd like to share with you a maxim I thought of the first time I met an IBM mainframe. Never trust a computer you can't play. Obviously, I can talk, but right now, I'd like to sit back and listen. So it is with considerable pride.That I introduce a man who's been like a father to me, Steve Jobs. はい、ここの言葉で重要なんですね、私のお父さんのジョブスにバトンを戻しますという言い方をしてるんですね。まあ、ジョークでですね、IBM マシンみたいな重たいものは持つなっていうのを言ってるんですけども、まさにですね、コンピューターを機械ではなくて、まあ、子供、命としてですね、まあ、考えながら開発したっていうのはものすごく大きいわけですね。その後ですね、ジョブスは、ローラン・パウエルというですね、素晴らしき女性を得てですね、まあ、心が安定して、リサですね、これ真ん中にいるのがリサなわけですけども、引き取るわけですけども、このローラン・パウエルという人はですね、そういうジョブスのような問題児ですね、問題児をなんとかしようっていうボランティアをやってた人なんで、まあ、本当に最適な、カップルになったわけですけども、これもね、スティーブ・ジョブスの、スタンフォードの祝賀スピーチの中で言ってますが、何が幸いするかわからないと。つまりアップルを辞めさせられたことがですね、あったことによって彼女と出会えたと。でこの彼女もですね、まあ、いろんな伝記を読んでみると、いろんな書き方をされてるんですけども、やっぱりジョブスを狙ってたのは間違いなくてですね、まあ、そういうその、非常にですね、2人ともこれはと思ったことには突き進むタイプだったとかにいたんじゃないかと思います。はい、でですね、話が長くなりましたが、この中でですね、カウンターカルチャーっていうのがものすごく重要で、そのリード大学っていうのはですね、まさにそのティモス・ヒリアルというですね、サイケデリックの、まあ、同志と言われている、ハーバード大学の教授だった人ですけども、まあ、来てですね、ターンオン、チョンイン、ドラッグアウトという形でですね、やる大学でした。本当にですね、この大学っていうのはリベラルアーツの単科大学なんですけども、まさに精神の自由なんですね。それやってもいいですし、それで何人も信頼するんですけども、それが大学教育だっていう大学なわけです。だからこそ、まあ、ジョブズ行ったわけですけどもね。でこのですね、ティモシー・リアリの、存在っていうのがですね、当時そのカウンターカルチャーの中でもすごく大きな存在だったわけですが、その中でですね、その LSD なりその麻薬ですねというのは当時、まあ、合法的だったんですけども、それによってトリップする、つまり精神を解放するということとかですね、その従来 のガチガチのですね、体制に対する反抗であると。でそういう、精神の解放といいますかね、というのが実は禅もそれをしてくれると、よくですね、禅のことをじゃなくてドラッグのことをインスタント禅という言い方を彼らは知ってました。つまりそうやって似てるようなんですね。それからそれが、コンピューターがそのまさにですね、精神の拡張してくれるものという形でつながっているわけなんですけども、
まあ、実はですね、そのカウンターカルチャーの中で、特にウェストコーストにおけるですね、禅の、あのお坊さんたちの頑張りって言いますかね、禅の存在っていうのは我々が認識する以上に大きかったんじゃないかっていうのが、まあ、ここのポイントなんですけれども、つまりカウンターカルチャーの一つとしてですね、つまり体制的なカルチャーっていうのはやはりキリスト教なわけですよ。でそのキリスト教に対して違うですね、対抗できるカルチャーとして禅があったんではないかと思うんですね。まあ、この辺でぜひですね、小平さんにティモシー・レアリーどうでしたかという話を聞かせてください。はい、なんとですね、ティモシー・レアリー僕かなりの、回数会ってるんですけど、僕はロスに住んでて、ティモシーが、ノースハリウッドの山の上の方の、古い一軒家にいたんですけど、で、まあ、そこで彼と、まあ、ある人物の紹介で会って、で、まあ、彼ちょっと病気をしてしまったので、あんまりこう出歩けないので、よく電話かかってきて、ちょっとメンソールのタバコと安い、イングルノックっていうワインを買ってきてくれよって言うんで、ひょこひょこ馳せ参じてですね、よくバックグラウンドも知らないうちにいろんな話をしていくうちにいろいろと分かってきて、すごい人だ、面白い人だなというところから、ティモシーをですね、何度も写真撮ったりインタビューしたりしたっていう。で、まあ僕たちにとってそのやっぱりはるか遠い太平洋の、向こうでですね、その戦後ですね、まあ、僕まだ学生だったんですけども、ベトナム戦争っていう非常に、まあ、アメリカが、まあ、勝手に言わせてもらうと日本をですね、まあ、戦争でぶち破って自由主義国家を勝ち取ってですね、まあ、強制したと。これから勢いに乗って実は朝鮮戦争をやり、まあ、それからまたベトナム戦争、まあ、いろいろ複雑な問題ありますけども、そこにそのアメリカが勢いよく行って若者をですね、どんどん徴兵して送り出すんですね。でそこでやっぱりやっぱり若者たちは疲弊していくっていうか、聞くところによると毎週土曜日にテレビのに番号が出てですね、高校生の番号が出て何番何番戦争に行けということで、もう、まあ、はっきり言って、死刑囚が死刑宣告するじゃないですけども、そういう世の中でやっぱりドラッグに走っていくっていうのはもう非常にいい、まあ、人間としては恐怖から走って逃げていくっていうことで、で、まあ、それでその、特に、ベトナム戦争の、まあ、兵隊たちがですね、 LSD にどん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 特化していくとこで、まあ、ティモシーがたまたまその、ハーバード大学の精神医療学者で LSD でその知の解放、つまりドラッグにおけることで頭の中の眠っている部分を解放してあげて、まあ、それをそのいい方に使おうということで、その脳みそが持ってる、まあ存在をですね、より高めていこうみたいなことを研究してたらですね、まあ、その兵隊たちがというか全てがですね、その LSD ということで競争になっていくっていう、まあ、非常に複雑なことで、単純に言うとそういうことで、なおかつアメリカはすごいのは、そのティモシーを国外追放にしてですね、消し去ろうとするんですね。まあ、そういう意味で、またいろんなドラマがいっぱいあって話すと長いんですけども、でもまた帰ってきてですね、今度は、レーガンと戦うんですね、西海岸の州知事選に出るということで、まあとにかく、この写真もそうですけど、なんかやり遂げたこの可愛いおじいちゃんになった時にですね僕がこうやって会ってて、まあ、すごく本当に頼りにしてくれたり可愛がってくれてですね、いろんな話をしたり、でまあ、いろんな人も紹介してもらったというか、彼の家にいろんな人が来てるんですね。はいはい、で僕が行くと、ちょっとショーンとか言って、ショーン・レノンがこう居候してたり、まあ、ビートルズは彼に対して非常にアクティブにしましたしね。はいはい、例えば、その囚人戦の時の応援歌は、カム・トゥ・ギャザーだったりするわけですね。はい、それと、はい、キース・ヘリングが居候してて、お金ないから。そうですね、キース・ヘリングは、机に絵描いていったということで、ええ、俺の宝だとか言ってね、いろんな面白いこと、まあ、とにかく何て言うかな、ちょっと型破れな人ですよね。で不思議なんですけど、
僕はティモシーと友達だと言うとですね、西海岸のまあいろんな人たちを、と。なんでそんなやつとお前はとか言って、恐れ多くっていうかね、だからひょっとしたら、日本でですね、僕はすごいこう右翼の大物とすごい友達だって言うと、っていうような感じで一緒で、みんな、なんでとかいう感じで、なんでお前そんなやつと付き合ってんだとか、びっくりするような、だから結局、不思議な世界ですよね。だからその日本人っていう、なんか面白い立ち位置でですね、いろんなところでこう出会ったっていうか、まあ、不思議な、このズーズーシーというかですね、まあ、それはよく言われてますけど、まあ、そういう経験があってです、ね、すみません、長くなって、まあ、そういうことで、はい、ティモシーっていうのは、一つの存在だったんですけどね。はい。片山さんはいかがですか、このあたり。何ですか。ですか、このカウンターカルチャーとですね、パーソナルコンピューターの関係。まあそうですね、カウンターカルチャー自体は、当時のその空気でみんなカウンターカルチャーだったからですね、若い人たちは、特別なもんではないと思うんですよね。ただ、やっぱその、カウンターカルチャーにもいろいろあったけれども、ジョブズっていうのは、そういうところは非常にこう、なんか、感がいいっていうか、センスがいいっていうか、カウンターカルチャーの中でも非常に良質なものをこう取り入れてるような気がしますね。なんか変なものに、まあ、ドラッグとかアルコールとかいろいろあったと思うんですけど、うん、セックスとか、そういうものにあまり深入り してないですよ。ような健全さがあって、健康食品じゃないけど、食べ物にこだわるとかですね、何かそういうところがあまりこう自分を持ち崩さないような、崩さずにカウンターカルチャーのこういいものを吸収して次のステップに行っちゃったような気がしますね。すごく真面目なんですよね、うん、また本当にだから大学入った時にですね、まあ、友達のね、あのダニエル・コトゲソンの話で本当に泣いたと。つまり自分がね、なんでこうお母さんに捨てられたんだっていうことをものすごく悩んでいて、でそのまあ自分探しっていうところが、まあ、ジョン・レノンもねそういうとこあるじゃないですか、実の、育てらんなかった、はいはい、まあ、その辺のなんていうんですか、モチベーションというか心持ちようが、まあそれのチャラチャラしたですね、カウンターカルチャーごっこしてるのと違ってたかもしれないですね、はいはい。この写真はどうですか、小平さん。これはですけど、その夜一緒に飲んだり、まあ、これお庭なんですけどね。で、めくらのもうボーっていう犬がいてですね、そのボーを可愛がりながら、いろんなゲストが毎晩やってきてパーティーやってるというシーンで、まあ本当にティモシーらしいというかですね、まあちょっとその病気を患ってたので、どんどん痩せていく、まあちょっとあれだったんですけど、まあでも、とにかく何て言うかな、人を包み込むっていうか、何かこう、そういう、まあ非常にポジティブな人だったですね。まあそうなっていったんかもしれませんですけども、こういうふうに可愛いおじいちゃんになって死んでいきたいなと僕は思いますけどね。はい、次にですね、パーソナルコンピューターヒストリーという形で、はい、ジョブズがね最初ではないんだと。パーソナルコンピューターの歴史は1945年のですね、バーナビ・ボッシュが始まるんだということを片山さんが書いておりました。まあ、そのことから話をしたいと思います。よいしょ。はい。はい、まあ、このですね、東洋経済の中でですね、まあ、1945年の、まあ、アトランティックに発表された、思うがままにですね、というバーナビ・ボッシュの、論文と。これ多分もう少し言うとですね、ライフの方だったかな、の方がビジュアル化されてて、まあ、そっちを見たみたいなんですけど、ダグラス・エンゲルバートがそれに啓発されてですね、次のステージに行くわけですが、まあ、ただこのバーナビ・ボッシュって人はですね、まあ、二面性があると言いますか、一方でですね、そのアメリカの、軍と、科学技術者たちの間を結んでですね、大きな組織を作ってたって人なんですね。まあ、それだけの人なんで、そのメメックスという形でですね、非常にそのメモリ、エクステンダーっていうですね、記憶を拡張する装置というものをイメージをしたわけですけども、一方でですね、そのいわゆるですね、原発の総責任者であったと。
という側面もありまして、これはあの原発の、あの原爆の奇跡というですね、小平さんの、あの写真集の本ですけれども、まあ、これの方の責任者でもあったわけですね。で、その人がですね、まあ、いなかったら、アメリカは負けてたろうと。もう逆にですね、その日本にそのあのバーレム・ブッシュの市民の人がいなかったといいますかね、そういう役割がいなかったんで負けたというのがあると思うんですが、この人がライフにですね、載せた、文書、これがですね、このビジュアルだったのが良かったんですね。これでこのイメージが湧きまして、こういうですね、これは机自体ですね、デスクトップコンピューターといいますと、デスク自体がコンピューターなんですね。でそこで、ですね、マイクロフィルムっていうのを使って、それでですね、ハイパーテキストリンクをやるというですね、本当に今の、コンピューター、ウェブとですね、パーソナルコンピューターの原型のようなものの文章を書いたわけですね。でこれがですね、次々で、それを見たですね、ダグラス・エンゲルバート。彼はですね、第二次世界大戦中はレーダー技師だったんですね。そのレーダーの中でいろんな情報が発信されているということで、ここでディスプレイできるんだと。それから彼は大学時代にですね、あの面積を、ね、測る、機械っていうものを、その十字ですね、その、 あの、縦軸横軸で動かしていくと、あのその面積が分かるっていうあの道具を使っていて、これをですね、組み合わせると今のディスプレイとマウスの関係みたいにしてですね、何もですね、コマンドを打ち込まなくても、プログラム言語を知らなくてもですね、コンピューターを入れるっていう発想をして、まあ、それがですね、このマウスの発明になるわけですけども、エンゲルバート自身はですね、そうやった言われ方をすることが嫌っていました。自分はそれだけやったんじゃないということを言ったわけですね。この写真について小平さん、いかがですか？はい、これはあのスタンフォード大学の会の研究室で撮ったんですけども、はい、もうとにかくアイデアマンでいろんな自分でやったことを次から次に持ってきて、これもどうだい、これもどうだい、これも撮ってくれ、これもやってくれ、つまりね、やっぱりそのアピール、自分がいろいろやってきたことを、ね、分かってほしいっていうね、本当にね、この時それなりの年ですけども、本当もう少年のように、うん、まあ、当然さっきおっしゃったように、その前打ちだけじゃないけども、いろんなアイデアを本当にちりばめて、やっていったっていう。で、あと、いい仲間もたくさんいたと思いますし、まあ、頑固は頑固だったでしょうけども、彼を慕ってる若き、学生たちがですね、いろいろ、あと、フォローしてた。まあ、マウスもですね、マウスって言葉は学生が言い出したって話ですよね。はい、なんかネズミみたいだって言ってるし、だから、マウスの特許を、放棄したって言われてるけど、いや、実はあれ、俺がミステイクして出せなかったんじゃないかなみたいなことを、素直にね。まあ、結果オーライで、まあ、あれがもっとあって、もっと金持ちになってても、俺はあんまり変わってないだろうっていう。で、まあ、家まで呼んでもらったりですね、奥様はフォトジャーナリストで、まあ、逆に奥様と仲良くなっていろんな話を。そうなんですか。はい、はい、はい。それで、東京にもいらして、日光に連れてったり、京都に連れてったり、なんかね、あの、一時は前、その前まであんまり日本っていう世界がですね、まあ、その戦争やってましたから、あれだったんですけど、まあ、非常に日本はいい国だと、楽しいって。なんでこんなところ戦争しちゃったんだろうみたいな。まあ、それは、お互い逆ですね。私の父がアメリカに僕が言うときに来て、こんなすごいところとなんで日本戦争しちゃったんだろう、負けるに決まってるみたいなね。まあ、そういうような話。まあ、そういう意味では、非常に残念な、まあ、過去がありますけども、まあ、今、過去を区切ると過去のことはあれとして、今現在どうやって生きていくかっていう、ねことなんで、まあ、ダグラスさんがいろんなことを教えてくれた世界、ね、はい、参考になって。これがですね、有名なですね、1968年の12月9日にやったですね、後々ザ・デモ、あるいはマザー・オブ・オール・デモスと、すべてのコンピューター関係のデモンストレーションの元になったデモンストレーションといわれる90分に及ぶデモなんですね。ここの中でエンゲルバートは NLS、 これオンラインシステムの略なんですね。オンラインシステムですから、オンラインで複数の人々が一緒にコラボレーションするっていうシステムのデモンストレーション90分やったわけです。その中でマウスはその、普通の、コンピューターのですね、専門知識がない人でも使えると、あるいは使いやすいということで、デモしたわけですね。そのシーンをちょっとご覧いただきます。We're going to try our best to show you rather than tell you about this program. So I'd like to set up a file. So I tell the machine, all right, output to a file. And it says, well, I need a name. I'll give it a name. I'll say a sample file.
And I'll say, please output it. It says it did. And then it comes back automatically with an origin statement or header telling me the name of the file and the date and the time and who established it. And thereafter, I can always do something. I can ask for the status of a file. はい、この、 3つボタンがあるですね、マウスと。で左側、これ組み合わせによっていろんなことができるらしいんですね、まあ、ちょうどピアノみたいな感じなんですけども、まあ、これが歴史的なですね、瞬間なわけですね。この瞬間にコンピューターの専門家でない人もコンピューターを使えるっていう道を開いたと。でこの会場にですね、アラン・ケイがいるんですね。アラン・ケイが、まあ、もうこの時期ですね、この論文でこれについては知ってましたし、自分自身でダイナブックの元のこの同い年に発明してますので、全部ダグラス・エンゲルバートからっていうことではないんですけども、同じようにですね、コンピューターを専門家だけのものではない、普通の人も使えるようにするっていう、人たちがここに結集した。なんとですね、このデモンストレーションは1000人ぐらいのですね、研究者が集まったということです。で、重要な点はですね、この1968年の12月9日のデモというのがですね、2つのですね、大元になっているんですね。1つはパーソナルコンピューター、もう1つはインターネットです。パーソナルコンピューターでは、1972年にですね、ゼロックスのパロバルト研究所で、アラン・ケイがダイナミックコンセプトというについての論文を書きます。で、このがその時の写真ですけども、手の前にキーボードがありますよね。彼はプロのミュージシャンでもあったわけですね。そしてディスプレイがありますが、実は本体ってのはその右側のですね、机の右下の方にある、ちょうどホテルのですね、ミニ冷蔵庫クラスの大きさの、これミニコンなんですけども、この上でパーソナルコンピューターの暫定的なものを作ったと。でそれをですね、見学に行った人はたくさんいたんですけども、ただ唯一ですね、アップルと、ジョブスとですね、一緒に来たジーパンを履いた若者たちだけはその価値を見出して、それを1980年にマッキントッシュにすると。で、ゲイツはですね、これ Windows 9にしていくわけですけども、まあ、ゲイツがですね、パロアルト研究所に足を運んだっていう記録はまだないんですね。どちらかというと、マッキントッシュのですね、いわゆるソフトハウスとしてベータ版のマッキントッシュを使っていたという形で、ま、真似たんだろうと言われてるんですけども、結局ですね、著作権のライツの問題でどちらも訴えられなくなったんですが、ジョブスはですね、このダイナブックっていうのはもともとデスクトップパソコンではなくて、このタブレット化してますよね。もうタブレットなりスマートフォンタイプになるっていうことを知ってたので、それを iPhone、iPad にしたわけですけれども、ビル・ゲイツの方はそこまで、分かってなかったので、スマホ、タブレットマーケットには出遅れてしまったと。一方ですね、インターネットの方、これは1965年、翌年にですね、アーパーネットっていうのが始まるんですけども、このアーパーネットの最初の受信をしたのが、先ほど、小北さんのいたスタンフォードの研究室だったんですね。ここで最初にインターネットの受信したという場所です。ですから彼は両方に関わっていた。そしてですね、1983年に TCP/IP というですね、これパケット交換という形で小包みにしてですね、分割してバケツ理論にやる形で中心がないネットワークを作るという規則というのが定められ、そして1990年ワールドワイドウェブですね、これティンバースリーという人が今のウェブの元の、を作りましたと。作ったですね、この下の写真が実は NEXT なんですね。つまり Apple の、追い出されたジョブスが作った NEXT 社のコンピューター上でやったので、彼ははっきり言ってます。もしこれがですね、NEXT でなければ数年遅れただろう。世界の歴史が変わったんですね。そしてその1993年に、アマーク・アンドリーセンという学生がですね、NCSA モザイクといういわゆるブラウザーの原型を作り、でこれがですね、NCSA のところがライツを要求されたので、もう一回ネットスケープと作って、そのネットスケープが商用ブラウザとして、商用インターネットが始まっていくということで、でなちなみにそのNCSA モザイクっていうのは、ビル・ゲイツがですね、ライツを買ってですね、それがインターネットエクスプローラーになっていくということで、その後の商用インターネットいろんなサービスですね、穴開いたという大元にあるのがこのザ・デモなんですね。で重要な点はですね、このザ・デモについて、彼はこういうテーマを考えてたんですね。リサーチセンター・フォー・オーグメンティング・ヒューマン・インテレクト。つまり人間の知性を増幅するさせるための研究の革新について、私はデモンストレーションするんだと言ったわけです。どういうことかというと、人間の知性を高め、知性を高めた人々が協力して、人類が直面する深刻な問題を解決するっていうのが、この NS ですね。
オンラインシステムの目的であると明確に言ったわけですね。これなぜ重要か。今のインターネット、今のパーソナルコンピューターなりスマートフォンなりで人々の知性を高めてるでしょうか。高めてませんね。逆に低めてますよね。その低めたっていうか高めた人々が協力して人類が直面する深刻な課題を解決するまで行ってるでしょうか。行ってませんよね。つまり50年前にですね、ダグラス・エンゲルバートという人が、このコンピューターっていうのはこうやって使うべきであると、こうなるべきであるって言ったことにまだ追いついていないんですね。ということはまだまだ IT 革命っていうのは続くと、これから本当の革命が起きるということを意味しているので、このザ・デモってのはものすごく重要なんですね。で、このことについてですね、私は、小平さんはね、あの奥さんということで、私は娘さんに会いました。娘さんってもうおばさんになってますけども、こういうことを言っております。Hi, I'm Christina Engelbart, one of Doug Engelbart's daughters and also executive director of the Doug Engelbart Institute. And we were just discussing the beginnings of his work, the origins, where he had the idea at the very beginning to make, how can we make society more capable to solve problems and make a better world and make a better business, make a better schools.Just make a better world. And what will make us more capable? And he had the idea IT, which didn't exist. He started IT. IT, something like that, could help this. But he was interested in the whole capability, the tools, and what do we have to think about? How do we need to organize ourselves? How do we need to work together with the tools and co-evolve so that we get the bestTools and the best way to do this. And that's what his lab did. They worked on both sides, the human side and the tool side together to get the best practices. How do we work together? And then how will we deploy that capability? So it's all about capability. But he also came up with a strategy besides co-evolve. How can we speed that up? How can we scale it faster?Because it's very important capability. It's probably the most important capability on the planet to be more capable to solve the big problems and the little problems to make a happier life for everyone.ここでですね、IT はダグラス・エンゲルバートの前に存在してなかったっていう話を聞いて、ああ、そうかなと。IT がですね、いつ始まったかっていうのは、符号的に始まってるんで、いつってないんですけども、まあ、C というならば、このザ・デモっていうのがですね、すべてのその IT の要素を含んでいて、ここを出発として考えていいんじゃないかと思うので、まあ、本当に IT 革命の父と言っていいと思うんですね。で、その内容を受けたですね、アラン・ケイですね、これは小平さんの撮った写真ですけども、実はですね、ダグラス・エンゲルバートってある意味ちょっとかわいそうなのですね、彼のやろうとしたことはあまりに先進んでいて、なかなか実現しなかったんですね。で、そこの研究室の人間がアラン・ケイのいるですね、ゼロックスの方に移って、そしてそのアルトを作り、そのパーソナルコンピューターの流れを持ってたという、経緯があるんですね。この写真はですね、どこでいつ頃撮られたものですか、小平さん。これですね、彼の 家の庭ですね。はい、はい、はい。で、その一枚の写真で表そうということで、わざわざ出てもらって、出てきてもらって、はいはい、その当時、1993年ですか、電話があって、飲み物があって、まあこれ PC ですよね。まだインターネット繋がってませんけども、まあそういう、デッキですか、デッキがあって、一緒にハンモックがあって、テニスコートがあると。こういうところで朝シャワーを浴びて、ここで仕事をするというのが彼のダイナミックブック構想だった。うん、というようなことを一枚でやろうって、まあ、わざわざ持ってきてやったんですね。でもこれすぐ、はい、この家にパイプオルガンありました？ありました、ありました。あ、じゃあ私が行ったのと同じ場所です、私もテニスコートを見ましたから。で、まあ、とにかく非常にユニークな発想を持って柔らかい方で、まあ、彼はアップルフェローでもなり、いろんなことで、はい、やってて、とても、なんていうかな、物事を明確にきちっと伝える力があって、その後、ね、教育とかね、やっぱり PC はいい友達になる、はい、なおかつ本なので、うん、そこから学びなさいみたいな、そういう明確なディシジョンを彼はしてましたですね。はい。はい、
まさにですね、彼は、まだパーソナルコンピューターの影も形もない段階でですね、この左上のイラスト、彼自身描いたわけですね。これはその A Personal Computer for Children of All Ages という論文のタイトルですね。これ誰もちゃんと訳してないんですけども、All Ages の Children ですから、すべての年齢の子供心を持った人なわけですよね。その人たちのためのパーソナルコンピューター、つまり好奇心があり、発想が柔軟であり、本当にですね、やりたいことを探求していく人のために自分のパーソナルコンピューターっていうのを作るんだと。それはこういう仕様だよという形のものをやって、で暫定的に今の技術できるのはこれだけだという形で右側のアルト上でですね、プロトタイプを作ったと。で彼自身はですね、20代の頃は夜になるとですね、ジャズバーでギター弾いてたそうなんですけども、まあ、プロのミュージシャンでもあり、もう最高のサイエンティストでありミュージシャンでありっていう人だからこそですね、こういう素晴らしいものができたと思うんですね。まあ、それが iPhone、iPad に結実してたというわけです。片山さん、いかがでしょうか。そのダグラス・エンゲルバートもアラン・ケンもそうですけど、非常にこうなんていうんですかね、パーソナルコンピューターっていうのをこう思考のツールっていうか、まあアラン・ケイ のダイナブックとか割と教育ツールみたいな面がありますよね。ですからそういう非常にこう、まあ、エンゲルバートなんかが言ってることもそうですけど、今にこう世界が人類が解決しなければ対処しなければもならない問題って非常に複雑化してて、人間の頭だけではなかなか考えられない、助けをしてくれるのが、コンピューターなんだ、パーソナルコンピューターなんだ。でその後 そのパーソナルコンピューターの流れっていうのがやっぱそのジョブス中心というかアップル先導でこう、まあ、現在まで来たようなところがあって、それに対してアラン・ケイは非常に批判してますよね、はい、なんていうかこう壊れた自転車に乗ってるようなもんだとか、要するにその非常に娯楽性が強くなって、ジョブスの提供しているものは何かって言ったらゲームができます、あるいは電話がかけられます、映画が見られます、音楽が聴けます、要するにその娯楽ばっかりじゃないかの知恵をこう結集するとか、その知性を高めるっていうようなものではさっきおっしゃったようにむしろ退化させてるじゃないかっていうね、そういう批判があったと思うんですけど、でもただこれ難しいと思うんですよね。人間ってやっぱ楽な方に行く、そのあえて今でもそうですけど、そのコロナの問題にしてもそうだし、地球温暖化の問題にしてもそうだし、じゃあその核戦争の脅威にしてもそうですけれども、そんなこと考えてたくない、 むしろそういうことからこう逃避するためにスマホに没頭しているような人たちが多いと思うんですね。でそれをそのなんていうんですかね、どうやればエンゲルバートやアラン・ケイが言ってるような方に誘導できるかっていうと、それは難しい不可能だと思いますね。別のやり方を考えないと。僕がそのインターネット初めて出会った頃に、その僕は自身はあんまりインターネット興味なかったんですけど、インターネットやってる人たちに何やってるのって言ったら、要するにその、ポルノとかアダルトビデオとか、そういうものでインターネットってのはまず広がっていったっていう僕の周りですよ、そういう印象があるんですよ。だから人間ってのはやっぱどうもそうで、甘いものと辛いものだとやっぱ甘いものの方に行ってしまう楽な方に行ってしまう。でそれをうまくそのそういう人間の本性をうまくこう発掘したのがジョブスであるしリー・アップルであったっていう面もあるわけですよね。だからジョブスってのはそういう人間のこうネガティブな面を明るく予想を追ったとかですというかね、そういうなんか本当は人間のこう弱さであり、何かこう怠惰なところなんだけれども、それをアーティスティックに見せるような才覚にすごく富んでて、そういう面もジョブスとアップルにはあったと思うんですね。だからコンピューティングっていうのは非常にこう難しいところに袋ある意味袋小路に入ってるようなですけどね。片山さんもね、連載の中でインベーダーかなんかにね夢中になった話がありました、
で、当たり者っていうね、その、はい、元になったピンポンゲームだとか、そこに彼はアルバイトで行くわけですよね。で、その時にその、無駄な説明なくてですね、お金を入れる、何か動く以上みたいなね、それが理想なんだということで、うん、こうエンターテインメント性ってもうすぐ重要であると。で、彼はことあるごとにですね、説明とか教育は必要ないっていう方向で、まあ、それは自分にとっては修行なわけですよね。相手に教育とかって負荷をさせないと。ただやはりそれだけだとですね、結局今の状況になってしまう。つまり本人はまあパーフェクトなものを作ったつもりかもしれないけども、まあ、実はそのこう、そのこのデバイスによってですね、この道具によって自分がですね、遊びながら姿勢を高めるにどうしたらいいかっていうことがまだ未解決であると。だからその嘘か本当か分かんないけど、ジョブズが自分たちの子供にはね、その、はい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 、てなかったとか、まあこれはジョブズだけに限らず、そのシリコンバレーの IT 企業の割とエリートたちの子供は、そのタブレットで勉強するんじゃなくて紙の本で勉強する要するに木の机でお絵描きをしたり、お話を作ったり、縫い物をしたりとか、そういう人間的な良さ、あるいは美的な感覚とか、人と一緒に何かを作り上げる喜びとか、そういうものを一生懸命教育 してる、はいはいはい、よく聞くんですよね。それがやっぱり重要なんですよね。そういう、だから彼らはその目先の聞く人たちだから、多分そういうものが今からの価値になっていくっていうのはよく分かってると思うんですよ。じゃあ何が今からの価値になっていくかっていうと、一つは物語だと思うんですよね。そうですね、おっしゃるとおりです。できる物語、はい、それともう一つやっぱ美ですよ、美しいもの、はい、美しいものをどうやって作り出していくかっていう、それが今から そのビジネス的な価値になっていくというか、彼は多分よく分かってて、だから自分たちの大切な息子や娘たちにはそういう教育してると思うんですね。ただじゃあアップルが提供しているもの、ジョブズが作り出したものは 何かというと、やっぱりこれ一種 その貧困層に向けての、商品じゃないかっていう、こういうものは今から使わなくなっていくんじゃないか。その証拠にそのシリアの難民なんかがやっぱりスマホが手放必要なわけでしょ。あるいはそのなんていうんですかね、 IS 国とか、ああいうテロリストなんかもスマホで連絡取り合ったり、あるいは YouTube にその人の首を切り落とす画像を流して世界の恐怖を煽ったりしてるわけですよね。ただその世界的に見るとこう恵まれて、あるいは中国なんかでもそうですけど、キャッシュレスでほとんどスマホ決済になってますよね。ただそういうその政情が安定しないとか、なんか貧しいとか、あるいはそのなんか戦乱に巻き込まれてるとか、そういう人たちにとってほどそのジョブズが作り出したものっていうのが必須アイテムになってて、富裕層ほどそういうものを見限ろうとしているようにも僕は思えるんですよね。だから今から そのコンピューター IT っていうのはどういう方向に行くのかっていう、はい、そのこれからも貧困をビジネスに し続けるのか、どう、何か新しい方向性を打ち出せるのかっていうのが今一番興味のあるところなんですけど、まさにね、それを考えるべきその、まあ、タイミングだと思いますね、このコロナっていうものが、うんうん、既存の社会、政治経済システムがもう麻痺しちゃってると、これじゃダメだということが分かってきて、じゃあどうすればいいかと。やっぱりジョブズはですね、分かってたと思うんですね。つまり自分が作ってるものはもう未完成品であると、製品としてのまだ機能として十分ではない。でアラン・ケイはですね、もっとだから先のことを考えていて、やっぱりエデュケーショントレーニング絶対必要だって彼は言ってますよね。それによって、道具とそのエデュケーショントレーニングとかメソッドとそれから言語とも言ってましたよね。言葉も変わんなきゃいけない、言葉の使い方も変わんなきゃいけない。我々の言葉を使うときにですね、やはりその言葉で限定してしまう、それによって思考が固定されてしまうこともすら彼は避けるべきだと言ってますから、やはりその、このデバイス道具を使ってですね、どうその人間自身の片山さんずっとおっしゃってるようにね、考える人間ばっかりになっちゃってるのは困るんで、考える人間っていうのをですね、増やしていくような形への進化っていうのが求められるんでしょうね。はい、ただそのもう一つエンゲルバートとか、あるいはその A が考えたようなその一種の知能の拡張っていうか、はい、コンピューターを使って、まあ、人間とそのコンピューターの共同作業っていうんですかね、そういうことをその考えてたのかもしれないけど、その
そういう意味のその知性とか知能っていうのは、はい、多分 AI にとって変わると思うんですね。人間が考えたり しなくても、うん、そうすると僕らが何を考えればいいのかっていうのも一つ大きな問題で、これまでそのなんていうんですかね、これまでの人間の優秀さあるいはパフォーマンスの良さっていうのはほとんど AI にとって変わられると思うんです。おっしゃる通りですね。今からじゃあ人間の中のどういうものが輝くのかっていうと、まあ、優しさとか思いやりとかですね、むしろそういうものじゃないかなっていう気がするんですよね。まさに AI とかですね、そういった感じですとか、そういうものと、じゃあジョブスが描いた夢っていうか、うん、彼が作り出そうとしたものをどういうふうに結びつければいいのか、その人の中の優しさ思いやりなんか 共感っていうか、そういうものをこうもっと生かすために、はい、こういうジョブスが作り出したようなものをですね、はい、うまく使えないのかなっていう、せっかくこれだけのスマホにしてもこう僕の言い方だとそのポケットの中に神様を入れてるようなものだと思うんですよね。そういうものを一人一人が持っていながら、やっぱりそのゲームとか音楽聴いたり、それが悪いとは言わないけれども、はい、もっと何か使い方があるはずだな。それこそ数十かつて数十億円してた数億円、うん、コンピュータ超スーパーコンピューターがです、ね、ポケットに入ってるわけだから、こんなことしかできないのか、こんなことしか考えられないのかっていう気がするんですけどね、まあ、使ってない僕が言うのもなんですけど、はい、で次にですね、じゃあなぜですねジョブスが世界を変えること変えるとよく変えるですねできたのかっていう話の中でですね、まあ、実は日本のカルチャーっていう、つまり昔のカルチャーですね、我々日本人がむしろ捨ててきた、明治新興を捨ててきたですね、素晴らしいカルチャーがあったと、それにですね彼は啓発されてるんだという話をしたいと思います。はい、まずですねこれマッキントッシュのですねレビューの時の、最もインパクトのあるですね、ところです。それをご覧いただきます。この絵の中でですね、まあ、今では当たり前のことなんですけれども、テキストとグラフィックを同時に表示できるってことがびっくりたまげたんですみんなね、それからですね、美しいグラフィックと、それからその、マルチフォントですね、これも、もし Windows だったらこんなことなかったらって彼はねスタンフォードで言ってましたが、センスがないからと。でその中でですね日本の浮世絵ですね、新版画というものが使われたというところがポイントなんですけれども、 iPod や iPhone といった革新的な製品を次々に世に送り出してきた Apple の共同創設者スティーブ・ジョブズ氏、来年で亡くなって10年になります。そのジョブズ氏が熱心に買い集めていたのが新版画と呼ばれる日本の美術品です。そのリストを NHK が入手しました。ジョブズ氏のものづくりに日本の美術との深い関わりがあったことが見えてきました。 Hello, I'm Macintosh. マッキントッシュコンピューター、
iMac、 そして携帯音楽プレイヤーの iPod、 斬新なアイディアとデザインでIT 業界に革命を起こしたスティーブ・ジョブズ氏。2007年に発売された iPhone は小さな端末一つで誰でも簡単に世界中の情報にアクセスできる世界を実現させました。20年前 NHK の番組に出演した際、自らが開発した製品で世界をどう変えていきたいのか、そのビジョンを語っていました。We've sold a lot of computers. We see it out, but one of the things we've always felt is that we want to stand at the intersection of technology and humanities. Can we help you express yourself in richer ways, in your music, in your movies, in your photography, and these kinds of things that people want to do? はい。これは去年のですね、19月かな、9月末、これはやってますけども、日本の新版画というのがですね、重要な役割を果たしたというニュースをやってました。でテクノロジーと人間との接点でありたいと、そしてその自分自身をもっと豊かに表現する方法、音楽や映像や写真で人々がやりたいと思うということを助けられるかどうか、ここにフォーカスしてるんだという言い方をしたんですね。はい。そのジョブズ氏が世界に躍り出るきっかけになったのが、1984年に発表した新製品、マッキントッシュ。I'm Steve Jobs from Apple Computer. We're very glad to be here tonight. この社運をかけた大事な場面、モニターに映し出されたのが、美しい髪を櫛で溶かす官能的な女性の絵。これはジョブズ氏自身が日本で購入した新版画でした。新版画とは江戸時代の浮世絵の技術を使って大正から昭和にかけて制作された版画で、大胆な構図と近代的な色使いが特徴となっています。なぜジョブズ氏は大事な発表の場で新版画を示したのか。実は発表会の前の年、ジョブズ氏は東京銀座にある老舗の画廊を訪れていました。この時接客した松岡春夫さんです。まだ若いジョブズはヨレヨレの T シャツにジーンズ姿だったといいます。当時まだカラー印刷が非常に高い時代で、アップルのマークが入ったカラー名刺を出されたので、ちょっとびっくりした覚えがあります。この時ジョブズ氏は2点の新版画を購入しました。一つは桜の背景に富士山が描かれた作品、もう一つは美人画の朝女神、起きたての女性の生めかしさがよく描かれている作品です。こちらは当時の価格で70万円と高額なものでした。松岡さんはジョブズ氏の絵の選び方に目を見張ったといいます。画集が頭に入って好みもきちっと整理されてるんじゃないかと思うほど感性が鋭くて、素早く決定される方だなと、その辺はびっくりしました。ジョブズ氏が生涯にわたって新版画を大切にしていたことを物語る一枚の写真があります。自伝に掲載された自宅でくつろぐジョブズ氏の写真、2004年に撮影されたものですが、よく見ると部屋の壁にかけられていたのは松岡さんから初めて購入した朝女神でした。ジョブズ氏がなぜ新版画にのめり込んでいったのか、取材を進めると原点ともいえる新たな事実が見えてきました。ビル・フェルナンデスさんです。ジョブズ氏とは10代からの親友でした。So, this is the Shinhanga by Hasumi Kawase that was his wedding gift, a very thoughtful gift. Because I also love Shinhanga. 中高生の時、フェルナンデスさんの家でよく過ごしていたというジョブズ氏。
その時のことを母親はよく覚えていました。日本美術を学んだ母親の影響で何枚もの新版画で埋め尽くされていた部屋。この環境がその後のジョブズ氏に影響を与えたといいます。 He liked that a lot. It became very attractive to him. You can see his love of simplicity and elegance throughout his life, like in the products that, you know, he developed at Apple. スティーブはですね、余計なものを全部省いていってシンプルにするっていうところがすごく求めていたところなんですね。新版画でもこう極力こう突き詰めていって、こうシンプルに表現することによって本質が見えてくるところ、そこに多分共通点を見出したのではないかなと思いますね。余計なものを見極めて削ぎ落とすことで本質を見つける。これ何かこう私たちもさまざまな課題に立ち向かうときにこう参考になるアプローチ方法だと改めて感じますね。今このコロナ禍でスティーブ・ジョブズが健在だったらどんな言葉で何を語るのか、本当に聞いてみたかったなと思います。まさにそうですね、はい。でですね、まあ、重要な点は、余計なものを削ぎ落とす美学、エセックトスクラップオフ、スクレープオフ、アンネサリーシングスと、それから、シンプルでエレガンスと、これがですね、まあ、彼がその日本の師範が見てですね、このフェルナンデスさんというのは本当に中学高校の同級生なんですよね。でその子の、お母さんもそうです、そのお父さんもスタンフォード大学でですね研究されていたというところでですね出会ってるっていうことが今回報道されたんですね。で重要な点はですね、それがものすごいパワーを生み出すということなんですね。こういうその美しいものがですね、でそれが経済的価値も売り出すということを、まあ、ジョブズは証明したわけです。それに対してですね、我々日本人は点々点というわけですよね。この新版画にしてもそうですし、本当に日本のですね、古き良き文化っていうのを大切にしてるだろうかと、してませんよね。結局我々日本人はですね、明治新以降その日本の良さっていうものをですね、まあ、ある意味かなぐり捨てて、そして西洋に近代に追いつけ追い越すっていう形でですね、まあ、結果どうなったかっていうと、まあ、戦争やりの、それからですね、猛烈サインやりのという形でですね、自分たちのいいものをどんどん壊して、なんか今度殺伐としたですね、世界に行こうとしてるんじゃないかということだと思うんですね。はい。で、結果としてですね、日本人というのは経済的に文化的にも衰退を続けているということで、何を申し上げたいかというと、実はそのまあ幸福のね、取り追い求めていったら、まあ身近にいたことだったっていう話ではないですけども、この日本のですね古き良き伝統の中にですね、ものすごい大きなヒントがあるということをですね、ジョブスは発見し証明し、そしてですね示唆してくれてるんじゃないかと思うんですね。でシンプルでエレガンス、それからエッセンシャル、本質的なところなんですね。この本質的であるっていうことが、その美 の, 彼の基準ですし、それがですね大ヒットするものだと思うんですね。それはですね、私の感覚としては、世界の中心で、愛を叫ぶと、まあ、この本がですねヒットしたのも本当にですねシンプルでエレガントで、しかもエッセンシャルなものを、追求した作品だからじゃないかと思うんですね。私もですね、まあ、Amazon プライムでね見れるので、拝見させていただきました。本当に素晴らしいですね映画作品も生まれています。でこういったことがですね全て相乗効果として、この世界をですね、世界の中心で愛を叫ぶというのが、調べてみたらですね、村上春樹のですねノルウェーの森を越えて、まあ、日本で一番ですね単行本で、セールしているという大ヒットしたということと、ジョブズのですねアップの製品がヒットしたことが関係あるんじゃないかと思うんですが、いかがでしょうかということで、ちょっとですねこのトレーラーを見ていいと思います。10月28日、眠
眠れないの。明日が来るのが怖くて眠れないの。私、もうすぐ死ぬと思う。アキ！私の作への思いは変わりません。オーストラリアの神聖な場所なんだって。ここが世界の中心って思えるくらい。ここ忘れられるのは怖いって言って俺取ったんだ。ないんだってば。この次なんてない。助けてください。助けてください。はい。でですね、まあ時間があれなんで最後になりますけれども、ジョブスはですね、晩年プレゼンの最後にですね、実は3回もテクノロジーとレバレアーツの交差点という言葉がものすごく重要であるということを言ったんですね。で特にこれ一番最後のですね、メッセージなんですけども、It's in Apple's DNA that technology alone is not enough. It's technology married with liberal arts, married with the humanities that yields us the result that makes our hearts sing. テクノロジーだけでは十分でないということが Apple の DNA には書き込まれている。テクノロジーはリベラルズ。これは私は芸術を訳しています。これはリベラルアーツというのは、もともと明治期にですね、西天音がリベラルアーツの訳語として使う造語なんですね。で、この旧字体 の芸術を使ってるんですけども、これがですね、結びつくというときにですね、人間らしさと結びついたときに私たちの心を歌わせるんです。ハートシングってことですよね。その一節を聞きにいただきます。It's in Apple's DNA that technology alone is not enough. That it's technology married with liberal arts, married with the humanities, that yields us the result that makes our hearts sing. これは2011年3月ですから、まあ、10月にね、ジョブズが亡くなるんで、まあ、本当に彼のね、友軍だと思うんですが、ハートシングと。心を打たせるっていうことがですね、一つの基準として重要なんじゃないかという話をしてるんじゃないかと思います。いかがでしょうか、小平さん、片山さん。はい、いや、もううまく高木さん、さすが名編集者、まとめてあって、まあ過去のことをね、ひも解きながら今の時代をうまく。示唆していくっていう、今からどう考えていったらいいんだろうかっていう、なんか僕もまた改めていろいろと考えることがありました、ありがとうございます。片山さん、いかがでしょうか。シンプルでエレガンスでエッセンシャルっていうのを まとめられてたのを見てて、僕はモーツァルトの音楽のことを思い浮かべたんですね。モーツァルトの音楽っていうのがまさにシンプルでエレガント なものだと思うんです。本当ごてごと してないんですよね。で、まあ、エッセンシャル、本質的って言えば本質的っていう言い方もできると思うけど、やっぱりその
こういう次はこういうメロ展開しかないよなとか、ここにはこういう和音しかないよなとかですね、本当にいちいち腑に落ちるような何かやっぱりこう音楽の作り方してると思うんですね。だから、まあ、浮世絵っていうのはどうなのかわからないけれども、そのやっぱりジョブズが生み出したものも非常にシンプルだしエレガントですよね。そしてまあエッセンシャルっていうふうにも言える、まあスマホなんか見てるとそういう感じがしますね。確かにもうこれ以上削りようがないし、これ以上足しようがないっていう意味では非常に本質的なものを感じるんですよね。だからジョブズあるいはモーツァルトに共通しているそういうものっていうのは、何かこう一つの作品がこう広く受け入れられるためにこう必要な不可欠なものなのかなって気がしますね。で、僕の世界の中心も使ってもらってたけど、まああれエレガントと言えるかどうかわからない。確かにシンプルで本質的なもの。僕は意図せずして多分描いて描けてるようなとこがあったと思うんですよね。だから今の僕が描いてるものにはシンプルさとエレガンスと欠けてるなと思ってちょっと今反省してたんですけど、やっぱりこう多くの人に受け入れられるためにシンプル、エレガンス、そしてエッセンシャルっていうのは必要不可欠な要素なのかもしれないなっていう感じがしましたね。で、思うのはですね、そのジョブスはまあパーソナルコンピューターにデバイスなりね、あるいはそのネットワークサービスを作ったわけですけども、このインターネット時代っていうのはまさにインターネットという、これ社会のインフラですよね。これを設計できるっていう、ところに我々は来ていると。そうするとですね、今の政治経済、あるいはその文化、人々のですねハートを歌わせるようなそういう、まあ、例えば電子政府とかですね、企業活動だとか、あるいは学校とか、あるいはファミリーとか、あるいは個人のですね、行動とかいうものをですね、一つの基準としてね、考えて、いくということがですね、このコロナ禍の危機、本当にそのガラガラポンになるった先にですね、まあ、まさにその物語っておっしゃいましたけど、そういうストーリーをですね、作るってことが大事なんじゃないかなと。いうところでちょっとまとめさせていただきまして、じゃあ、ここでですね、皆さんありがとうございました。ぜひですね、ディスカッションに参加していただけますでしょうか。いや、今なんか感じたんですけど、やっぱりそういうふうに思うと、この僕の後ろにあるこのジョブスのですね、1988年の写真を見ると、シンプルでエレガントで本質的な写真じゃないかなと勝手に。いやいや、本当に、だからいいわけですよ。本当にやっぱりね、人はこうやって出てくるんだなと。まあ、不思議なね、1988年ですから、はい、もう30年前の、ね、写真なんですけども。なんかやっぱりこの写真があったから僕写真展やったのは、たった一枚の写真から切り替えていけたかなみたいな。もう、それなりのシニアなんで、なんかこうやって伝えるもの、可視化できるもの。だからちょっと意味事項、僕の友人の美術評価がですね、僕がいない時に来てくれて、エッセイを書いてくれたんですけども、この写真が100年後にアイコンになるぞと。うん、今までの古い、まあもちろん太宰を組んだあれもあれかもしれないけども、若いこのエネルギーの時の方が、こういう、そのどん底で落ちてですね、この時は、這い上がってきてる時なんで、一番気が楽だというようなことも言ってた時代なんですけども、なんかそういうふうに、写真展っていうのをそういう形で出していけたことが僕は今回嬉しいなと勝手に思いました。はい。可視化っていうのはものすごく重要だと思うんですよね。いつだったかその、AFP か何かがパレスチナのですね、女の子が鈴宮春日のね、プラカードをかざしているのが世界中回ったことあるんですよね。つまり我々その彼らの言語っていうのは読めないわけじゃないですか。鈴宮春日好きですっていうと、
パレスチナ女の子が好きですというと、イスラエルのね、まあ、男の子が僕も好きだという形で、なんかもしかしたらですね、そういうところから平和っていうのが実現してしまうかもしれない。まあ、それがこの歌詞、ビジュアルコミュニケーションの素晴らしさと思うんですよね。林さんいらっしゃいますよね。林さんいかがですか。どうぞ。はい、呼んでいただきで、ありがとうございます。はい、はい、小平さん、すごいところにやっぱり一番大事な時期に一番大事な瞬間を捉えておられて、僕なんかもずっと日経パソコンですとか日経マックの編集長をやってましたけれども、なかなか現地には行けなくてですね。でスティーブ・ジョブズに会ったのは、1983年なんですよね。だからまだマックが出ていない時で、リサがその売り出された直後、僕取材に行きましたら、ガラスの向こうにスティーブ・ジョブズいましたけれども出てこないんですね。それで話もできなかったし、それでその夜パーティーがあって、名刺出したら紙の無駄だからいらないよって言われてですねこれはみんなに言うらしいけどこんな無礼な人がいるんだなと思って、でもそうだよなと思ってそうだよなと思ったんですよ。つまり、デジタルの、ね、時代に紙で お互いに自己紹介なんかしてですね、意味があるのかと。いや、実際ないですよね。だからそれを聞いて、私はいろんな雑誌で皆さんにはデジタルで、全てを伝えて残しましょうというふうなことを、ね、言ってきたんですね。でもなかなか浸透しない、本当に浸透しないですね。で最近逆にコロナのおかげで皆さんそれに気がついて、だいぶやってきたという感じで、だいぶ良くなったとは思います。それで、まあ、スティーブのいいところとしてはそのシンプルでエレガントなところをね、やっぱ追求して、それでまあ製品に出てきたということなんですけど、実際片山さんのおっしゃる通りね、でもそうなってないんですよね。優しく作られてないんですよ、アップルの製品って。例えば電源のケーブルなんかもね、指がこう引っかかるようななってないから、ツル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 して、指に引っかからなくて、うまく、ね、つかめないとか。そうするとね、ちょっと体に不自由がある人は抜き差しができないとかですね、そういうことがあったりしてですね、もう細かいところがもうすごいたくさんやらなきゃいけないような、優しく作らなきゃいけないようなところたくさんあるんですよね。その辺今日のお話聞いてますますもっとちゃんとやってほしいなと思うようになりました。例えばヘルプ画面でもね、なんかエラーが起きました以上みたいな、そんなのしか出ないでしょでところが昔と違ってね、1万倍もメモリーがあるんだから、説明書きぐらいは下に出そうと思ったら出せるわけで、邪魔だと思ったら出さなくてもいいんだけども、そのなんかタップするとちゃんと説明が出るというふうなことをね、できるはずなので、そこやってもらいたい。皆さんの今日のお話聞いてそういうことを強く思いました。ありがとうございました。浦野さんいらっしゃいますか。浦野さんいかがですか。なんか最近のズームのですね、こういうのがね、いや僕もですね、言われましたよ、俺の1分間はいくらだと思ってんだとか、写真撮ってる時に。まあどうぞ、浦野さん入ってください。浦野ですけれども。はい。あ、すいません、今。あ、はい。浦野ですけれども。はい、はい。ありがとうございました。はい。ちょっとセカチュー流れた時は、ちょっと思い出しちゃったんですけど、でも本当にすごくこう、今の、あ、すいませんね、今カメラが映ってなくて、はいはい、今の最先端のところでいろいろやってる人間としては、ルーツのところをこれだけ豊かにですね、この短い時間でたどれて、なんか昔のことを知ったというよりは、いろいろ発想が湧いてくる思いがしました。なんかむしろ新しい新鮮なものが得られたなというのが僕の今日の感想で、なんかそれが根本的なところ、エッセンシャルなところとかっていうのをするっていう意味なんだなっていうのを、一番先端で勝負してはね、
こういうの大事なんだってすごく思う。すごく貴重なお話とか映像とか見たことないものがたくさんあったので。ああ、よかったですね。はい。はい。ありがとうございました。はい。あの、西永さんいらっしゃいます。なんか、あの、最後にですね、締め切っちゃった後に入ってきましたっていう方が、なんか、あの、小平さんにお会いした方みたいなんですけど。西永さん、はい、西永と申します。はい、はい、どうも、はい。呼ばれると思ってなかった、ね。ダメですよ。初日にですね、はい、あの知り合いの方にお誘いいただいて、僕が小平さんとはそこで初めてお会いしただけなんですけれども、あのお伺いしてすごくいい展覧会 で、はい、後追いで東洋オンライン経済の方も後追いでですね今読ませていただいてて、はい、そこを見ながら今日 あのお話聞けてすごく良かったですし、あのもう一回あの会場行って、もうすごく何時間いてもずっと見られる写真でしたので、もう一回見たかったなと思ったんですけど、この週末は、まあ、あのクローズとなってしまいましたので、また開催されることを期待して、はい、また伺いたいと思います。今日すみません、急に参加させていただきました。いやいや本当によかったです締め切った後にね来られてなんとかなりませんかなんとかなりますみたいな形で、ね、確かにすごく熱心な方だったんでありがとうございました。はい、はい、そうですね。いや、でも今回、あ、どうぞ、あ、あの浦野さんですか。はい、の浦野さんはね、本当に AI とかブロックチェーンとか、あの本当に最先端の、研究とかやられてる方なんですけどもね、あのやっぱりね、僕なんかも本当にだからこういうのをね、みんなこう、バックグラウンドとして持ってね、その上でやってもらうと多分もっとね今やってる研究が進むんじゃないかなと思うんですよね。すみません、さっきカメラの、いえいえ、なんか僕らのね、若い人たちで、うん、やっぱり最先端のところにいる、あの僕の同僚で、なんか音声があんまり良くないですね。スマホで参加しちゃいました。はいはい。大丈夫ですか。大丈夫です。はい、聞こえました。はい。音悪い。あ、大丈夫ですか。大丈夫ですよ。はい。あの特にあのイーロン・マスク、マーク・ザッカーバーグについては、ベゾスとかについてはまあみんな詳しいんですけど、何を野望を持ってるかと、うん、ゲイツやジョブズについてはほとんどこう10代のエンジニアとかはあんまり知らなくて、決してその知識やその人たちの思想生き様は無駄じゃないなって今日すごく感じたので、あの知らせていきたいな、僕自身もすごく興味持ちました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、戸田さんどうですか。戸田さん、はい、今日あのたくさんいろいろな写真を見せていただいて、私ちょっと地方にいるので、あの写真展には伺えなかったんですけれども、あの特にあのダグラス・エンゲルバート の、 あのカラーの写真を紹介していただいた、あれがとても素敵で、あの子供のようなたくさん思いつく人っていうおっしゃって紹介していただいたんですけれど、なんかとても身近に感じて、あの私の知ってるのはこう白黒のデモの時の感じだったので、あのとても良かったです。ありがとうございます。本当にだからあれですよね、そのアラン・ケイの言った A personal computer for children of all ages、 年関係ないです、小平さん、はい、お互いに子供心を忘れすぎるあの、いつまで若くね、そうですね、ボケないようにということもあるんですけど、本当に、まあ頑張ってですね、また第2弾ポートレートオブサクセスをですね、今度はジョブズのきっかけにですね、はい、またいろいろとやっていきたいと思って。あれですよね、はい、今度は関西の方でやられるんですよね。そうです。あの15日からあの京都芸術大学で、はい、まあ、あのジョブスだけですけど、スペースがないので、ジョブスだけ。で、また東京に戻ってきて、やる予定もありますし、
また皆さん、高木さん、協力していただいて告知したいと思ってますし、ただ、こんな大きなのはどうかな、分かりませんですけども、まあ、もう写真が出来上がってるので、はい、あと写真集も作ったし、まあ、ありとあらゆる動画も作ったし、なんか、そうやってみんなが元気になるヒントになればというふうに思ってます。一つ、よろしくお願いします。片山さんもありがとうございます。非常にいいです。こちらこそ。本当に。普段からね、いろいろ、熟考される方だと思います、やっぱりね、作家というのは。で、そういう観点からね、この問題についてアプローチできたのはすごく良かったと思いますし、はい、まあね、これを機会に、ぜひ、もう少しジョブズとかですね、IT の人に対しても、関心を持っていただいて、はい、発言いただくとですね、すごくやっぱり、うん、そうだなと説得がありました。これ以上尽きないんですけども、まあ、またね、これを機会にいろいろ、ありがとうございます。いろいろ考察させてください。はい。本日はありがとうございました。皆さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。どうもありがとうございます。よろしくお願いします。ありがとうございました。